はい、今日もガオーレをやっていきたいと思います。今回もねミュウツーコースでミュウツーを狙っていきたいと捕まえたいと思います。ガオーレパスの読み込みが結構長い気がするんですよね、これね。良くも悪くも今回はサポートゲンガーも復活してるんでいけるかなという感じですね。はい、いきなりミュウツーやってきました。では今回は、ちょっと借りてきたディスクがあるんでそれで伝説級の戦いを行きたいと思います。やりたいと思います。まずはこちら、一匹目はこいつ。はい、繰り出した時に変身するっていうの、パーフェクト。はい、まずはジガルデのパーフェクトフォルム、そして次は、はい、星5のイベルタル。これはちょっと今回友達から拝借をしてまいりました。さあこの伝説を2体使って伝説のミュウツーを取っていきたいと思います。伝説級の戦いでございます。まあ意外とゲンガを出した方が弱点なだからいいんじゃないかっていうのもあるけどね。どれぐらいなんだろう。うわ、あんま削れね、4分の1か。カモネギも殺せないしね。しかもちょっと HP が画面切れちゃってる、撮影がちょっとずれてて HP が切れちゃってるんですけど、ジガルデとか確かかなり防御が高いのでだいぶ耐えられると思います。あーですね、だいぶ全然いけますね。イベルタルの方が守れましたね。おーっと間に合わなかった。来た返り討ち。はい、来ました。じゃあジガルデの攻撃いきます。グランフォースだったっけ、グランドフォースか。やべ、やっぱエフェクトかっこいいな、モーションがかっこいいですね。伝説はウェイ、もうダメじゃん、ミスかよ。よし、もう一回お見舞いします。イベリタルの方がダメージ与えられるんかな。気合が全然、ルーレットが当たりが引けない。次当たれよ。 OK。 うん、そうっすね、ジガルデもイベルタルもいまいちダメージ与えられないな。ミュウツーには相性が良くないですね。ちょっと伝説対伝説やったらどうなるんかなと思って試してみたんですけど、ゲンガー出した方が良かったですね。1回目のバトルでミュウツーが出てきたから最初からあの好きなディスク選べるから、引き続きのバトルじゃない、引き継ぎのバトルじゃないから最初からディスク選べるから、いきなり伝説を2人出してあげたんだけど、あんまり良くないですね。あと6秒で半分以上あるからこれは倒せないかな、きついかなと思います。きついと思う。来い。うわー、でもう1回あと6秒サポートが発動するか、もう1回攻撃できればいけそうな気もする。あと5秒、4秒、3、2、おいおい、もう間に合わんな、あと1秒だから間に合わん。うわー、まだ耐えられるな。お、来た、いけるぞこれで。どっかダメージ受けたらゲージ溜まるんだ。よし、35来た。これはヒットすれば倒せるな多分。
おお、よし、やりました。さすがかっこいい伝説対伝説の戦い。来た、ハイパーボール、これはいけるぞ。いける、匂いがします。来い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 、あい、ダメでした。どうやってもやっぱ捕まらないんですね、ミューツーは。いやー、かっこよかった、伝説対伝説、なかなかの迫力でしたね。もう一回ミューツー来ねえかな。お、びっくり、来たか、びっくりなら来るかな。いりません、さあないとかい、いらんこともないけどね。どこがスカイ、はい、って感じで伝説対伝説のバトルをやってみました。